おとぎ活劇。あれタイトル戻ってくると地方変わってる。あれだね、うんちく数と、お土産数が出るね。お土産も一応3桁あるけど、3桁あるのかな。今の見た感じだとうんちく65個しかなかったんだけど、3桁あるもんね。まあ手で進めましょう。ね、今回のロードはえらい早かったな。長い時と遅い時のね、これがわからない。あとはさ、全体マップ見たくない？全体マップそのうち見れるようになるのかもしれないけど、ね、近場しか見れないのちょっと寂しいよね。うどん県には行かないんですかねとか。まあなんでこんなルートで行くんだろうまあ行ったらいけないんだけど、こんなルートで行かないとさね、徳島から淡路を通って大阪京都を巡っていこうってなると、この辺通ることなくなっちゃうからしょうがないんだけど ね, ね和歌山、ね、近畿に住んでいてもあまり行くことはないですかね。はい、ということでね、和歌山、キラキラオーシャンビーチ、うん、まあそうだね、和歌山といえば白浜ですかね。白浜ビーチ、行くぜ。おお、ビーチビーチ。あれ、なんかちっちゃい豆だぬきがいる。行商人がな。うりこちゃん。ね、あら、バケルじゃない。おう、うりこ。砂糖追い出されたんだって。追い出されてねえよ。なんか必要でしょ、なんか買ってきなよ。証拠たくましいの。ビッグカンパニーを作るからめちゃめちゃ稼がないとなのよね、と。主戦道うりこ。うん、お、さあお金はストックお、移動速度アップ嬉しいね。ミント味、ストック60秒、30秒シールド、自動復活ストック、ライフ枠が3、高っまあダメージ食らわなければいいんだしあのまあね、突っ込んでいいのかどうかわかんないけど、これ実質ハートの器だよね。うん、ね、まあせんべいでハートを作るっていうのはちょっと新しいかもしれない。ということで、まあまあまあ現状はいらない。ストック系、うん、まあいらんやろドリブルドリブル、ナイスシューパチモンのね、忍者ハトリ君みたいな敵がね、ひょっとこですけど。移動速度アップがさ、どれぐらい速くなるのか気になるよね。使ってみるか。でもね、3000貯めないとヒットポイント増えないからな。よろずや、はい、時間制限あんのかな、このマップずっとかな。早い、超早い、気持ちいい。でもそれ考えるとお金も貯めないといけないな。1両なんだよなあんまりいらないやつだこれ。これ視点が近づくやつ、うん、あっとっとスイカ割りかっていうか、スイカが敵じゃねえか。お綺麗に割れたな今。敵だ、うん、ただバカンスしてるだけなのに、何も悪いことしてないのに。どれいきゃいいんだろう。
これがわからない。まあまず一つ目、和歌山といえば白浜、そして、アドベンチャーワールド、ね、パンダがいっぱいおりますよと。大ジャンプっていうほど高くもないな。チェックポイント、さあ正解どれだろうね。あ、全部行くしかないよね。ハズレっぽいところから行くぞ。ちっけ、普通に全部つながってる。当たりルートとか隠しアイテムとかあるかと思ったんだけど、普通に全部つながってるなこれ。うん、どれでもよし。そしてでっかいスイカじゃよ。でっかいだけでなんか特別なことはないのじゃよ。そして速さアップはずっとかな、多分そのマップだけだろう。お、かき氷ってことは回復か。五右衛門の時は回復アイテムはね、団子一色だったけど。おー、黄色。どうやらそのマップにあった回復アイテムの、ね、見た目が変わるらしい。和歌山はかき氷。でもね、スピードアップに慣れちゃうとさ、スピードアップないとイライラするようになっちゃうんだけど。あの、カウントした分の魂はお金にならんかな。当たり判定ねえのかい。中入れる。痛くはなかった。あ、うんこいた。うんちくを一つ。お、66。和歌山県すさみ町の沖の海底に日本で最初の海底ポストがあるらしい。投函すれば実際に。海底にポストがあるの。諸説ありますけどね。ねえ、あの一番初めにさ、君たちの日本とはちょっと違う日本って言ってたけど、これ俺たちの日本だよね。明らかにうんちくが。出てる中入るんだろう。あれ、いけねえ。でもこれはこっちはこっちで行き止まりだしな。上から飛び降りてくるタイプか。はあ、普通に横から入れるパティーンや。ねえ。予想外だわ。こういうゲームってさ、ね、乗り越えりゃいいじゃんって思うけど、現実に乗り越えれるの珍しいよね。でも本当いつも思ってたけどさ、それぐらい乗り越えりゃいいじゃん。乗り越えれたわ。もうちょっとね、お金を回収するスペースが広いと楽なんだけどね。2つ目、焼きそば作ってるな。高いところから見渡せばね、隠しアイテムがわかるかもって思ったけど、ちょっとここで一寸変化、頑張れ。思った以上でもないな。どうも
敵か。ね、どっちが悪者かな。お、中ボス的なもんか。なんかいる。あれ、カラクリ熊犬、マユコ。マインクラフトに出てきそうな狛犬がいる。見て。おい。はい。それも。そうね。やってる。そうや。や。まあ、たこ焼きなかった。カラクリ狛犬、眉毛です。あれ？ 2 匹目？ワンワン、マユコ、無事か？マユゲ兄ちゃん、オッス、オッス、ほら、化ける。マユコ、助けてくれてありがとう。妹から目を離すんじゃねえぞと。化ける、すごくいいやつ。俺、マユゲ、化けるに恩返しする。困ったら手伝う。獅子舞だよね。犬？なんと犬なの？タヌキは犬科だからな。何となく話してることはわかるぜ。獅子舞は犬か。血覚えた。てかあんまり細かいことを気にしたことがなかった。あー、 3D あるある、奥行き感がわからない。お願いします。糞が事故を防ぐ。鹿と電車のごっつんこを防ぐためにライオンの糞を液状にして撒いたら事故がなくなったらしい。日本の鹿ってライオン知ってんの？日本にライオンの、ね、野生のライオンっているの？それはそれで怖えな。オッス。お、増えてる。感触玉、身代わりくん、ね。お、ヒットポイント回復。焼きそば。たこ焼きじゃなかった。まあまあ、最大体力上げるために貯めましょうか。RTA とかだったらね、この感触玉が強くて、それ叩けばみたいなのあるんだろうね。フランクフルト、いや、ジャイアントフォークフランク、うん、何これ、叩き続けるとなんかあんのかな。やってる。おりゃ、じゃ、戦争か、ジャンプかだね。探索終わってからやな。あんまり両手叩きすることないんだけど。それ、うん？もう3個目だよね。終わっちゃう？マイナス。今何個取ってるかの画面が欲しいなって思うんだけど、ないか。お土産ゼロだよね。お土産ゼロのうんちく2だよね今。なので脇道に行きましょう。まあ、どうしても見つからなかったらスルーしないと無駄ありそうだね。くそ、このマップ初ダメージ。スピードアップはダメージ食らっても解除等はされない。よかったよかった。これは盆踊り台。上ある、出てる。あっ、こんにゃく。和歌山はこんにゃく有名か。梅ボーイ、ご飯のお供に紀州梅ってやつか。
あ、出た出た。取った時に出、あれ1個目逃してる。カキってうまいけど食べ過ぎると胃の中にカキ、遺跡っていう石ができちゃうらしい。気をつけよう。諸説あるけどね。あの敵に当たってもダメージじゃないのがいいな。昔のゲームだと多かったじゃん、当たっただけでダメージ。ロックマンとかさ圧倒的にちょっともろすぎひんかっていう。右上の祭りポイント、 あれか、あれを3つ壊せばってことね。でこうやって取り漏らしてることが分かったら探しに帰るしかないんやわな。まああまりにも具だったり見つけられないようだったら諦めてね、先に進みましょうか。普通に考えるとさ、この辺だと思うんだけどね。3分の1に1個ぐらいずつありそうだよね。でもここなかったしな、ここはあれか、提灯か。あった普通に見逃してた。これペナントは必ず1個ペナントかね。マジでさ、あのお土産でさ、あの和歌山行ってきた、なになに、はいこのペナントあげるって一番いらねえやつだよね現実だと置き場所に困るよね。さあ転送、長く乗るのか。ミニゲーム、それあれ、どういうことっちゃ。ボーナスか、ね、クリアのための提灯とはまた別か。うんちく発見、白浜の砂は宝石、白浜の白い砂はガラスの素材に使われていた。水晶なんだよ。上に乗ってさらにとかはないな。時々ね、こういうギミック壊すと先行けないとかあるから怖いよね。大丈夫そうやな。あー、これもしかしてクソ竹ほうきじゃねえ。10万ぐらいする。まああとうんちく一つ落ちられない。ちょっと試してみたくなったんで怖いな。よし、あと一個、あと一個。なんか敵を全部倒したら出る系のやつがあると嫌だな。なんかまたよくわからんアイテム取った気がする。焼きそば、あと1個クリア前に見つけたいね。あのね、俺あんまり黄色いスイカ食ったことないんだけど、味は同じなの？なんで黄色いの？これがわからない。おお、でっけえの来た。おお、びっくりした。まだね、中ボスクラスすら出てないね。
中ボスっていうかちょっと大きいぐらいの敵倒すとね、あのアイテムがもらえる提灯が出てくるな。さクリア前に最後のうんちく見つけたいところだけど、裏回れそうだね。うわ、おるか。うんちくまはおるか。いた。あのーっと。日本で一番短い川、和歌山に流れる日本で一番短い川、なんとブツブツ川、気泡がふつふつしているからなんだ。そっち？短いってなんと10メートルしかないってか、そっち系の知識じゃないんだ。まあ、二つ目のマップもコンプリートだけど、まだボスがないんだよね。さあ、行くぞ。両手叩き、オラ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 、トゥ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 。おー、あと2点頑張ってよー。悪災退散。悪災退散。和歌山、すみ。和歌山の次は三重ですかね。静岡遠いな。なんで徒歩で行こうと思ったんですかね。オラクリグランプリ、あれ。グランプリ、なるほどね。さあ一応念のためね、再コース再開できるのかチェック。はい、ということで別にねアイテム回収とかミスった場合は何度でも入れそうだし、お金も大丈夫かな。だからもし難しければね、お金稼いでとっとと、ね、1ポイント増やしてもいいのかも。そして、アメちゃんは入り直すと消滅やな。まあ、しょうがないか。完全リセットっぽいね。うん、ほら、復活してる。ステージを出る、あるね。そして、お金を取る。ね、839になった。ステージを出る。お土産もうんちくもお金もなくならない。優しいな。最近のマリオとかでもね、マップ出ると入ってやったことはなかったことになりますけど、いいですか、なんだけど。